皆さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、ちょっと今月から復活させていこうということで、2月のお気に入りやっていきたいなと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。そう、なんか NMB 卒業手前ぐらいからね、ちょっとバタバタしだしてお気に入り紹介をずっとやってこなかったんですけど、毎月復活させていこうということで、お気に入りをどんどん紹介していきたいなと思います。まず一つ目がこちら、ラゴムのエッセンストナー高保湿化粧水です。こちらですね、この前ロフトの購入品で紹介してから毎日使ってるんですけど、めっちゃいい。すごい肌が内側にぐんぐん潤う感じがあって、もっちもちになるし、乾燥が気にならないです。なんか私の場合は結構トロッとしたタイプの化粧水なんで、洗顔終わりに3回ずつぐらいに分けてぐんぐん入れるようにやってます。でトロッとはしてるけど、なんか塗り心地は割とサラッとしてるみたいな、ベタベタしない感じがすごく気に入ってます。私やっぱラゴムのね、洗顔も好きなんですけど、ラゴムの商品本当になんか水分が爆発するのでめちゃくちゃおすすめ。そして続いて、ちょこちょこ最近のメイク動画でも使ってたんですけど、こちらのバビメロのエッジドローイングスリムアイブロウなんですね。こちら内側がスクリューになってて、でこちらがアイブロウなんですけど、ペンシルがすごく細いんですけど、こんな感じで三角形になってるんですね。これがめっちゃ描きやすい。そう、なんかこういう消えてるとことかにささっと描いて、描き心地が結構スルスルいくけど、薄いカラーなんで、こう足してってやっても濃くならないし、で線感をこうスクリューでぼかしてっていう時、すごい綺麗に眉毛が描けるようになりました。これめっちゃ描きやすいです。おすすめ。どこで買ったっけな、私ロフトで買ったのとかな。すごく良かったです。こちら使ってた方、妹にあげて、新しいまだ使ってないやつになるんですけど、デイジークのシャドウパレットの03番のヌードポーションのカラー、めっちゃベージュ系ですごく使いやすいんですね。ここのラメがめっちゃ可愛くて、塗るだけでめっちゃキラキラするんですよ。ニュアンス系のカラー流行ってるじゃないですか。めちゃくちゃ全部使いやすくて、捨て色がなくて、なんかこのベージュ系のカラーでいろんな組み合わせをすると、いろんなメイクが楽しめて、ベージュでもこんだけ幅が広がるんだなって思いましたね。これは天色手に出してみるとこんな感じです。特にここ2色のカラーがよく使ってるかも。温かみのあるカラーなんですけど、春先使ってもそんな重くならない、程よい薄いブラウン感が特に気に入ってます。デイジークね、他にも色持ってるけど、このパレットが一番使ってるかも。普段使ってるアイシャドウパレットにこれも一つ持ってたら、なんかここでまたいろんな合わせ使いができていいなって思ってます。リップなんですけども、これめちゃくちゃ今気に入って使ってて、フジコのニュアンスラップティントの03番なんですけど、他のカラーもめっちゃ可愛いけど、特にこのカラーが好きで、めっちゃいいね。ちょっと塗ってみるね。カラーはこういった感じのコーラル系のカラーなんですけど、なんかすごい乾燥しないの。めちゃくちゃ乾燥しない。うん、ずっとしっとりしてるティントで、こんなにしっとりしたティント知らんわってぐらい超うるうる感が続くけど、一回ティッシュオフしたらマスクとかにもつかなくて、B アイドルの姉妹ブランドやから、フジコはいつもねおくすめ送ってもらえるんですけど、もう使った瞬間めっちゃいいじゃないですかって言ったこのね、しっとり感がすごい長持ちするし、なんといってもこのティントなのに、このニュアンス系のこのカラーがめっちゃ可愛くて、もし気になる方いたら、これ3色ちょっとレビューしようかなと思うので、もしレビューリクエストあったらコメント欄で教えてください。とにかく可愛い。私はね3色とも気に入って使ってるけど、特にこの03番のカラーがお気に入りです。なんか大人でも使えるティントって感じ。これも B アイドルの姉妹ブランドなんですけど、 4U のオイルウォーターミストなんですけど、もうちょっとでなくなんねんけど、なんかこうやって振って使うんだけど、オイルなんですけどミストで、こんな感じでめっちゃ匂いも、なんかオーガニック系の匂いで、めっちゃいい匂いで、振るだけでさっとまとまる感じがするんですね。オイルっていちいちこうやって手につけてこうやってやらんとダメやけど、ミストやからすごい振りやすいし、で髪の毛乾かす前とかに使うと速乾性もあって、髪の毛が早く乾いたりとか。でも私は結構日中に使ってて、家出る前とかにちょっと、私本当に髪の毛がもうちょっと傷んでてキシキシキシコなので、まとめるためにこう全体にパパって振って、こう手でなじませていくと、ストレートもこう綺麗に持つ感じがして、すごく気に入って使ってます。これはねもうリピート確定って感じ。めちゃくちゃいい。あと続いて、最近ね7年ぐらいやってたネイルをやめて、毎日マニキュア塗ってるんですよ。でなんかマニキュアでいいやつ探してて、っていうのもなんかもうネイルサロンに行くのがめんどくさくなってしまったのと、爪がペラペラで爪が不健康だったから、もう一回休憩させたいなって思ったのと、なんかこう時間ができたので、ね、マニキュアを塗る時間がすごく楽しくて、でファッションにも合わせて毎日色変えれるやんか。でだんだん塗るの上手くなってきてさ、今日は珍しくグリーンを塗ってるんですけど、でなんかそのマニキュアずっと
グッズでいいなって思ったものがあって、使ってるトップコートなんですけど、こちら Pアップ のクリスタルクイックトップコート。これめっちゃ早く乾くんですよ。早く乾くトップコートで、やっぱマニキュアって待ってる時間めちゃくちゃだるいじゃんっていうので、私も本当になんかせっかちランキング日本で上位ぐらい取れるぐらい結構せっかちなんですけどそんなせっかちの私でも待てるぐらい45秒ぐらいで乾くのだから、おすすめ。これめっちゃ毎日このトップコートを上から塗ってます。でなんか持ちも良くなるし、トップコート塗ると。マニキュアはなんかまだ勉強中なんですけど、なんかいろんなトップコート買って使ったけど、これがおすすめかなと思います。ただちょっとね、マニキュアまだ初心者なので、皆さんの方が詳しい方多いかと思うので、いいマニキュア情報も待ってます。それで言うと、もう一個いいなって思ってるものがこちらです。コージーのネイリストクイックドライスプレーなんですけど、これマニキュアでトップコートとかも全部塗った後にこんな感じでスプレーになってて、こうやってさーって振るんですよ、指に。そうするとマニキュアがめっちゃ早く乾く。もう私みたいなせっかち女たちにおすすめするわ、これめっちゃ。もうね、待ってられないんですよ、私本当に。なんかこのぼーっとしてる時間めっちゃ苦手で、何かしたくなる。でも、携帯触ってもついちゃうし、で、いつもなんかマニキュアぐにょってなったりとかするんですけど、こんなせっかち女たちに本当におすすめです。これめっちゃいい。なんかこういうの使うとマニキュアが全然苦じゃなくなってくるから、おすすめ。そして最後なんですけど、こちらー。はい、くしゃみが出ましたところで、こちらでーす。パナソニックのナノケアスチーマーのやつなんです。ああ水が出てきた。まあだいぶ前に買ったもので、どんくらい5年ぐらい使ってんのかな、なんですけど、これがもうめちゃくちゃ良くて、で私めんどくさがり屋や、私もう時間ないからって言ってスチーマーずっとやってなかったんですけど、最近も肌をいたわろうっていうことで、あとエステに通うより自宅でできるケアをどんどんやっていこうっていうことで、最近またスチーマーにハマってやってます。という感じで、いろんなモードがあって、クリア肌、ハリ弾力肌、皮脂ケア、バリア肌、クイックオンレイ、オンスチーム、クレンジングっていろんなモードがあるんですけど、やりすぎも良くないっていうから、朝やるときは夜やんないしみたいな感じで、結構いろいろ分けてやってるんですけど、基本的にでもクリア肌をやってるかな。あとなんかちょっと乾燥とか、こうかさつきが気になるときはハリ弾力をやったりとか、なんかこのモードがどうとか特にないんですけど、やっぱスチーマーやることによって肌のもちもち具合が全然違うし、パッと明るくなるし、毛穴も引き締まるので、せっかく持ってるし高かったから、やんちゃんとやらんとあかんなっていうので、最近スチーマーにハマってます。でもなんかこのパナソニックのやつから新しく化粧水がミストで出てくるスチーマーが出たらしくて、なんか今はそれを買おうかなって悩んでるんですけど、どうなんだろうと思って、いいのかなって。でもね、持ってるからなっていう、やっぱ化粧水出ることによって良くなるのかなとかいろいろ考えてるので、もし詳しい方とか使ってみて良かったなっていう方、ぜひ感想とか待ってます、コメント欄。最近なんか買い物コメント欄見ながらやってるからそう、あれ助かります、とっても。はい、っていうような感じで、私の2月のお気に入りはこんな感じでございます。いや、なんかね、コスメとかもね結構買ったから、いいものにはたくさん出会えたけど、やっぱ紹介するなら特にいいものと思って結構厳選して選んだものなので、皆さんぜひよかったら使ってみてください。はい、ということで、今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉野あかりでした。バイバーイ。ということで、今日もご視聴いただき本当にありがとうございまーす。さあ、今は朝の9時とかなんですけど、もうめっちゃお腹すいた。何食べようって感じ。なんか昨日ちょっと体調が優れなくて、食欲が全然なくて、ご飯をあんま食べなかったんですよ。本当になんかヨーグルトとウィダーだけみたいな感じやったんですけど、もうそしたら朝起きたらめっちゃ元気になってて、めっちゃお腹空いてる。何食べようかなと思いながら、もう昨日ちょっともうしんどくてお風呂も入らず寝ちゃったんで、ちょっとお風呂に早く入りたいと思います。そう。早く入らなきゃね。めっちゃでも汗かいてた、起きたら。元気になってよかったです。え、何食べよっかな。でもね、お家何にもないねんな。卵ぐらいしかなんか目玉焼きいっぱい作れるけど、あ、でも明太子も賞味期限切れそうやんな。ご飯炊いとこうかな。いや、何食べよっかな皆さんは朝ごはんってちゃんと食べはる派ですか？私ね、朝ごはん食べちゃうとね、なんか一日食べるスイッチがオンになって、なんか太るんですよね。これは、なんか朝ごはん食べた方が太りにくいとか言うけど、私そうじゃないと思ってて、朝ごはん食べるともう昼も夜もしっかり食べたくなるから、できるだけ一日のスタートを遅くするっていうのがね、私のこだわり。あ、今日もありがとうございました。バイバイ。